ロングチャンネル。はい、ロングチャンネルです。よろしくお願いいたします。2021年1本目の動画になります。よろしくお願いいたします。昨年のですね、ちょうど1月ぐらいから始めまして、昨年1年間でですね、211本の動画上げさせていただきました。まあ、なかなかね、コンスタントに毎日っていうのはちょっと難しかったんですけれども、まあ、なんとかね、頑張ってやれてこれたんじゃないかなと思います。はい、この勢いのままですね、2021年も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでですね、毎年私、新年の初めにですね、1年間の目標を立てる、で、そこに向かっていくというのをね、紙に書いて、部屋にドーンと貼っておくってことをやっております。で、2020年、何を目標にしてきたかというと、こちらです。たくさんね、目標あってもしょうがないので、大体3つぐらいね、目安にして目標を掲げております。はい。なので、去年ね、2020年こんな感じの3つだったんですが、まあ上の方からね、家の中をきれいにするっていうね、ところでございます。こちらの方はですね、掃除機買ってみたり、あと、壁ですね。壁の掃除っていうのをちょっとするようになりました。壁の掃除するようになったのは多分、まあ夏前ぐらいからなんですけれども、ちょっとね、風水の本をね、ちょっと見ておりましたら、まあ月に一度、ないしは2回ぐらい、こう、壁の掃除、床の掃除をね、すると、とてもね、お家の中がクリーンになるというかね、浄化されるみたいなことが書いてありましたので、ちょっと意識しながら、1日と15日ですね、月2回、壁の掃除をするようになりました。まあ、確かに壁の掃除ですね、するととてもですね、なんか部屋の中がクリーンになったような気がいたします。あとはですね、ちょっとハウスダスト対策ですね、ホコリですね。こうね、ホコリを取る、こう、なんですか、モップみたいなものをね、使いながらやってるんですけども、ちょっとこちらはですね、なかなか難しい。まあ、なんかいい方法ないかなというふうにね、今も模索してる最中なんですけども、まあ、一つ目の目標はね、お家の中をきれいにする。まあ、なんとなくね、やれてるんじゃないかなというふうにね、思っております。はい。2番目のパソコンを買うですね、こちらの方は残念ながらパソコンは買っておりません。はい。昨年からですね、子供向けのプログラミングの教室の講師をね、始めたので、まあ、パソコンね、ノートパソコンですね、1台買おうかなというふうにね、ずっと思っておったんですが、やっぱりですね、どうせ買うならいいやつをって思っちゃうと、ちょっと躊躇してしまいまして、残念ながらまだ買っておりません。はい。そして私ですね、根っからの、Apple 信者ということで、やっぱり買うなら Apple のノートかな、まあ、もしくはデスクトップですね、そちらの方と思っております。で、年末あたりにですね、M1 チップですね、搭載のものが出てきたので、まあ、ちょっと今様子見かなというふうに思っておりまして、今ちょっといろんな要因があって躊躇しているという状態でございます。はい、ということで、残念ながら昨年ですね、こちらの方は達成できずと。という感じでございました。3番目のですね、楽器の腕を上げる、こちらですね、こちらの方はですね、なかなか答えがあるようでないようなね、感じなんですけども、まあどなたかにね、やっぱり評価していただかないと難しいところかなとは思います。まあ、ちょうどね、昨年1年間通じまして、コロナ禍ということで、楽器を吹く機会ですね、人前で演奏する機会というのがちょっとなかったのでね、こちらの方もまあちょっと三角というか×に近いようなね、形だとは思います。人前で演奏するということがあると、やっぱり目標があるんでね、少しそこに向かっていくという形になりますから、少しはね、レベルアップになるんですけれども、そういう意味ではね、昨年自宅の中でね、どれだけ楽器が吹けたのかっていうと、ちょっと疑問な感じですね。まあ楽しんでね、やるっていうのが一番なのでね、まあ来年あたりもね、まあのんびりですけども、楽しんでね、やれるようにやっていきたいと思います。まあ、目標的には多分罰なんじゃないかなというふうに思います。残念でした。一番最後のね、 YouTuber になるっていうのはね、まあ、ここに関してはね、もう自称の世界なんでね、まあ、YouTube 始めましたといえばもうその時点で YouTuber なんだと思います。まあ、ただですね、そこで人気が出るか出ないか、あとはクオリティの問題だとかっていうのは、また評価基準が別なところだと思います。YouTuber になるということ自体では、まあ一応目標は達成できているというふうに思います。あとはですね、再生回数ですとか、登録者数ですね、その辺の伸びがどうなるかっていうのはちょっとまだ分かりませんけれども、まあ、とりあえず継続していくっていうのが大事なのかなと思うので、こちらですね、まあ、引き続き頑張っていきたいなというふうに思います。
まあ、括弧してね、目標1万人なんて書いてふざけたこと書いておりますけれども、まあそう簡単にはいかないなっていうのも分かってまいりましたね。まあちょっとずつちょっとずつですね、いければいいかなというふうに思っております。もともと YouTube を始めた理由っていうのが、まあ、自分自身のね備忘録でもあったりするので、まあ、そんなにねこうバズる動画ドーンとね思い切って撮るということはあんまりしておりません。はい、まあ自分がね思いついて、これいいなあれいいなと思ったものを残していく、あとはね普段自分がねどういうふうな思いでね、過ごしているかっていうのを残していく、そういう意味でね始めましたので、まあ、なかなかね楽しい動画作りというよりはなんとなくこう地味なね、まあ、タイトルにもありますけども、おっさんの日常ですよね。はい、そんなものが残せていけたらいいな、まあ、できればそれでいて楽しければいいんじゃないのっていう具合のねちょっと緩い感じでやっておりますのでね、まあ、その辺はまあご理解いただいた方が、まあ、ちょっとね見ていただけるような感じだといいのかなというふうに思っております。まあ、今ね一人でこう撮影して編集してってのをやってるんでね、最近ね芸能人の方でたくさん参入してきてるんですけども、やっぱりチームを組んでね、やっぱりクオリティすごいですよね。まあ、撮る方もそうだし、撮られる方も、あと作る方もですね、すごくねやっぱりクオリティが高くてねすごいなと思ってます。やっぱり一人でやるのはねある程度限界っていうのがあるので、まあ、やれる範囲でねちょっとずつやっていければいいかなというふうに思っておりますので、まあ、今後もですねご覧いただいている方、応援の方一つよろしくお願いいたします。2020年の、ね、目標をちょっと振り返ってみたんですけれども、この反省をもとにですね2021年の目標ですね、まあ1日2日中にですね決めてまたドンとやっていきたいなというふうに思っております。2021年もよろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いします。